ペッチャブリー県は、タイ、中部の県の一つ。ラーチャブリー県、サムトソンクラーム県、プラチュワプティーリーカ県。西側には、ミャンマーとの国境がある。ペッチャブリー県は、タイランド湾側のマレー半島の付け根にあり、ミャンマーとの国境地帯には、山脈が広がるが、それ以外の県内の地域には、平地が広がる。ペッチャブリー県西部から、 プラチアップキリカーン県ンホアヒン群にかけた山岳地一帯は豊かな生物所を有していることからケンクラちゃん国立公園に指定されている。欠片の気候区分によるとサバナ気候に区分される。寒気は12月から4月の間であり、12月から1月は比較的涼しく、最低気温も摂氏20度前後まで下がることも多い。2月から4月は暑気であり、最低。 最高気温ともに高くなる。雨季はおおよそ5月後半から11月前半であり、曇りや雨の日が多いが降水量が比較的少ない。特に8月は曇りがちであり、日照時間は特に少ない。雨季の終わりにあたる10月は降水量が多くなる。ペッチャブリーの歴史は8世紀の門族の時代にまで遡ることができる。現代のペッチャブリーの歴史は、 ラーマ四世通称カオアンという宮殿を建てたことに始まる。現在ではプラナコーンキーリー歴史公園となっている。県省ペッチャブリー県は8の郡に分かれ、さらに93の町と681の村に分かれる。ありがとうございます。